日本あげれるこれで。さあ、いただきましょう。まだ濃いよ、濃いよ、濃いから。うん。え、エロ？ん？浮いてません。今年そんな人いるじゃん。知らないか。おじさんと僕と、ファンの面のところで話されてたら、もうやったようにボンって、うん、いや、まあ、覚えとるかい、覚えてないけど、もっと教えてくれとか、まあ、そんな一時俺言いたくないからなって言ったら、ああ、いや、そういうのは教えてくれよ、俺は見つけたら言うわ、言うフジロックで大サムシティ3日目とか2日目ちょっとだけ大サムシティちょっと見ない間にバレオシャルなんて玉みたいな感じ。スパイダーマンのやつも、うん、あのバットマンみたいな。バットモービルバリカップ。あとそのなんかベースみたいなしながら。めちゃくちゃかっこいい。スパイダーマンの映画早めた。ノーウェイホーム。入るとこがない君やんな。家からどんどんどうなっていってるの。前回のファーウェイホームやったホームカミング。ホームカミングか。ちっちゃうか。セイコの止めやったらホームカミングその前か。ホームカミングその前か。やめ忘れた。うまい。そうやったっけ。うん。考えるのない。昨日マーベル見たらさ、なんかほんまに普通にアベンジャーズの見たくなって、アベンジャーズ見たくなって、フィニッチングね、ちょっと思ってんけど、リコちゃん見たことない、うん、一緒にアイアンマンともう一回飾るっていうのちょっとありかもしれないと思って、めっちゃ長いよな。長いなと思った。いやいやいや、キングタウンスやるやん。あるあるけど。あ、家から、アベンジャーズ見ようと思ったら全部見ようと思った。な、セブンイレブンの絶対うちぶっ続けて見るよ。まだ曲よりは。主要、主要時系列、これだけは見た方がええようなやつ。多分10何年ぐらいしかないから。アイアンマンさん、スタッフさん、マイティスさんも。ある程度好きなの。マイティス頭いるかな。あ、1個だけでいいか。ラグナルスじゃん。あ、ヘラムだ。要は、ストーリーが何かみたいな。プレイが分かる場合に。ラグソーのラグナログが公開される前に記者会見かなんかでブルース・バナー博士の役者人が息を吐くようにネタバレするっていう動画があってで、隣に崩壊役の人がおって、いやお前言っちゃダメだよ、いやこれだけ言わせてくれよって言って、ハルクがさ、つってOD の世界の時ってさ、ソーと戦うんだよ一緒に、めちゃくちゃ面白くないかって言って、いやこの後なんだけど、お前それダメだって、絶対ダメだよ、みんな死んじゃうんだよとか言ってまあみんなじゃないんだけどねっつってこうやばいやアホやどこまでも言えやそう映画のそのおもろい、うん、おもろい見ようってなるもんでもなんかマーベルのさそのメイキングさみんな仲良すぎるからさ、うん、めっちゃ楽しそうないけど、うん、なんかインタビューであのあれドクターストレージ役の人にインタビューで、うん、あのピーター・クイル、スターロード役の人と共演してどうでしたかみたいなインタビューがあって、
本当に彼は魅力的だなと思ったし、共演するのがすごく楽しみだった。でも実際会ってみたらがっかりだった。とんでもない最低な男だよって何かあったみたいな。全然面白くないし、笑えないし多分ネタやけどめっちゃ辛辣やん。めっちゃおもろすぎる。2人ともバリバリ売れっ子やもんな。あ、そうなの。あのストレンジの人とかめっちゃ役選ぶ。中学のやつだけ見たわ。でもあの人めっちゃ独特な顔してあるよ、ね、うん、だから1回見たら覚えるよね。名前がいい。何？ベネディクト・カンバーバッチ。あ、覚える。何それ？僕はあの、こういう感じで、バーバッチ。お客さんだけど、セレルよ。でもアベンジャーズ。僕はあの、元巻き。いいよなぁ。いいよ。その原作を別にさ、そこまで知ってるわけじゃないからさ。うん。全部。俺がお客さん持ってて、ここに僕から行ってくれって言ったら、ここに行ったら、ここに行ったら、評価するか、そこに行ってもらえる。アベンジャーズ、見始めはそんなんだ。あ、こっちはありやったら、柳杉ばかりやな、上からされた、うん、だから、その桁が俺、結構すごく反面変わったって振り返って、俺が一番かけたみたいな、何年かあるから、そこしか押せてないから。うん、だよな、やっぱ最後の一発どっちがちゃん？インフィニティかエンドゲームちゃん？インフィニティウォーのさ、ワカンダで迎え撃ってる時さ、これ言わないね。うわ、やばいやばい、押されてるって時に、ボタン連れてこい、なんか上からさ、ってなるやん。あの時やっぱ嬉しすぎる。感情の起伏する。でも、インフィニティウォーの後、なんか感情の揺さぶられ方は、最後、そう頑張ったのにな。そう、太ってたもんね、あれも。でもなんか、そう、でもあの、インフィニティウォーの時は、まだあいつ、あの、グルートとのさ、強いやつ、両手にあってた、サノスの心臓一体やん。惜しかったな。あれが頭やったら今のアイアンマンも死ぬ。もうあんな当たりだらけのモンスター映画ってもうないやつ。よかったなぁ。朝映画見に行くのってなんかめっちゃよかったな。エンドゲームの時のチーズバーガー食べながら悲しみの人形の奥まかんが片山くん行ったっけ。片山くんも行ったのか。片山くん行ったと思う。撮ったっけ。インフィニティウォーは行ったんちゃうかな。エンドゲームも撮ったっけ。覚えてんの。なんかおらんイメージ。終わってからさ、うん、終わってから考えたけど、でもどっちかは一緒に行ったよな。インフィニティウォーは一緒に行った、うん、なんかは一緒に行ったけど、うん、俺らうち食べの遅いかもしれない。どうや、電話、まあ、行くか。誰か050からアマゾンちゃん、なんか頼んでる。じゃあ、それやった曲ない。何すんだ。めっちゃ眠たいわ。ほんま。25ってファンブルさんの気分に気づいてるやんな。ありがとうございました。もう終わった。
衣装、衣装だけじゃん。衣装だけじゃん。なんか、機材は取ってもできるの？なんかあるの？いや、いいよ、ここ。これなくって。レッカー機もいい。うん。もったいないから、俺全然。荷物も大阪行く。機材が…結構ある？あ、コギだけやな、でもな。着替えと。と、その、あれ取るんやったら。あ、でも、取る機材は結構かかると思うけど。まあ、でももしあれやったら、そう、キム・ニーのあの、タスカのレコードと、カメラと、うん、一応、なんか、いろんな。私、パソコンも持っていく予定やけど、それぐらいちゃうかな。なんか、もしあれやったら、25日に、なんか持ってきたら、載せれるしな。してもらってさ、あーか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 ーって、うん、こう、どっか行ったやんか、トイレやんなどういうことね、ひとさんが見出してもらったのも体に入れてた、めちゃくちゃ吐いたんかこれで怒られてないと。売ってるね。もしかして記憶なくなってる？日記書いてるか？昨日の天気。日記書いてるん？いや、日記書いたら忘れてる。でもスケジュール帳から。スケジュール帳ちゃんと書いてる。コーラスの音も書いといたら。コーラスの音。それ忘れる。録音した。えらい。録音。録音した。さあフィナーレか。簡単なとこまで出てくる。まや。ま、これ Google なり登録者があるの。ありがとう。めっちゃいいニュース。Thank you.
眠たいで。